はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、このテニプリコラボがあと17時間で終わっちゃうんで、このテニプリコロシアムで落ちるジャージ、このジャージを取りましたかっていうなんか取りましたかねっていうのを話していこう。で、これやっぱジャージ強い、全部強い、全部強いので、まあ、確保はもう本当に5対6対って取っておいた方がいいなと思ってるわ。で、まあ、この火のやつは、まあ、チーム HP3 つ持ちで、まあ、Q ターンって短いね、めちゃくちゃ短いからちょっと使いづらさがあるけどって感じで、でこれは交換か、このジャージは交換か、あの虹メダルの交換ですけど、まあ、これもまあ取っておこう、忘れず取っておこうって感じで、でジャージこれですね、コンボドロップのジャージと氷点のやつか、まあ、これもまあどっかで使う可能性があるんで取っておこうって感じかな。でこれですもう皆さんも、まあ、ご存知の通り、もう皆さんもこれ強いだろって見たら分かるんだけど、いやこれもう強すぎるね、マジで。ビッグマムの上位互換じゃなくて色違い武器なんで、相当これは使われるというか、もう使ってるもうすでに俺はもう使ってるんだけど、いやいいね、このジャージが一番いいかな、この、青春学院中等部テニス部ジャージ、このジャージをもうたくさん取っておこうって感じかな。でビッグマムリンリンちゃんの手配書はね、泥鏡6個と泥鏡6個は自動回復6個と、泥鏡6個って感じで、まあ、これがもう相当使われてんじゃん。ターンも重たいしね、ターンも重たくてたまりにくいので、めちゃくちゃ使われてるので、まあ、これを加味するとこの、青春学院中等部ジャージ、このジャージも絶対に使うので絶対取っておこうって感じかな。で普通にあの俺のチャンネルでも絶対使うんで、あの編成組むとき使うんで、まあ、取っておこうって感じかな。で、まあ、確保数的な意味で言うと、まあ最低6体、まあ、編成組むチームの6体分で6体とって感じかな。でもっと取っておきたいね、もっと取っておきたいわ。普通にあの使い分けで結構、まあ、取っておいた方がいいなと思ってるんで、まあ本当に10体20体30体、まあ200体って200体は落ちたけど、まあ普通に取っておこうって感じかなですね。これもジャージなんだすごい、ジャージが結構あるね。パズドラって結構ジャージあるんだ。え、待って、調べていい？ジャージ結構あるんだ。じゃあ、グリムジョージャガージャックね。なるほど、グリムジョー、セスタエスパータね。こいつもジャージ判定なんだ。グリムジョー。いや、俺ブリーチ好きなんだ。ブリーチが一番さ、漫画の中で好きなんだけど、漫画界で一番好きなんだけど、いや、ブリーチも服を着てほしいなって感じ。ジャージ結構あるね。なるほど。って感じで、まあ普通に、まあこのジャージたくさん取っておこうって感じかな。で、あとね、あとテニプリコラボがもうあと17時間で終わっちゃうから、もうここら辺やっとこうって感じかな。この平等院とか、称号チャレンジとか、まあ、このテニプリ王子様の、ダンジョンの石回収とか、あとこの S ランク取るとか、 S ランク取ったりとか、まあこの固定チームやったりとか、まあやっとこうって感じかな。であと交換ですね、交換でもまあ虹メダル、虹ボール交換、5枚交換して、あの赤いジャージ取っておこうとか、あと交換欲しい、まあ自分が交換のキャラ欲しいなっていう、この中で欲しいキャラいるなっていう時に交換しておこうって感じかな。まあそんな感じかな。まあ本当にテニプリが明日で終わっちゃうので、まあ、それまでにちょっとまあいろんなことを済ませておこうって感じですね。よし、終わりましょう。もしよければチャンネル登録、高評価お願いしますね。